民間人からのチンパンジー。おい、 YouTube どうなってんだよ。ふざけんじゃねえぞ、こら。みんな知ってるかもしれないけどね、2月の十何日から YouTube の規定が変わるんですよ。広告収入の収入のあれが変わるの。これはね、一通のねメールから始まったんですけど、 YouTube は本日 YouTube パートナープログラムのアップデートについて発表しました。 YouTube の目標はできるだけ多くのクリエイターの皆様に YPP をご利用していただくことであり、今後もその目標は変わりありません。しかしながら YouTube エコシステム全体におけるクリエイターの収益を守るため、一番大事なのはここ。 YouTube がいいかい、12ヶ月の間の総再生数時間が4000時間以上であり、チャンネル登録者数が1000名以上であることが必要となります。僕ね、 YouTube クビになったんですよ。だから要するに、僕はすごく今感謝してて、今現在何日だ、2月の2日ね、2018年2月の2日の時点ですごい登録者数が伸びてるんですね。1日3人ぐらい伸びたりとかする時もあるんですよ。ですごく本当に感謝してるんですけど、1000人以下の人には広告収入が入りませんと20日をもってご利用いただけなくなります。だから僕はあと20日で、まあ18日で1000人まで伸ばさないと広告収入が入りませんってことになるんです。でもさ、じゃあ今までのさ俺のやつはどこ行っちゃうのっていう話で、今日は並んで僕が今まで上げた動画の中のベスト3の再生回数のやつを発表したいと思うんですよ。いいよいいよ、いいね、いい感じで、僕の YouTube の動画で一番良かった、再生回数が多いのが 11.5 だったんですけど、それがね、実は全然広告主の収入が入ってこなかったんですよ。なんでだろうと思ってたら、実は広告をつけてなかったの。もっとつけれたのに。だから再生回数と、だから登録者数が増えていったのを知ってたんだけど、その登録をしなかったことで全然伸びてないんです。で、僕が今まで上げた動画で一番稼いでくれてるのはベスト3から発表したいと思います。第3位、閲覧注意、2人に整形したら大失敗した、男性バージョン4。長さ5分56分ですね、5分56秒ですね。で、作成した日が去年2016年の10月9日だから、まあ、1年半ぐらい前かな、1年半になってないか、それぐらいのやつです。第2位、衝撃、フィリピン売春街の実態に迫ってみた。これは去年まだ1ヶ月ぐらい前のやつですね。これがね、なかなかすごいですよ。2264回。今すごい厳しいですじゃないですか、 YouTube のその規定って。過激なことを言ったり、タイトルに変なこと入れたりするとすぐバン、ポリシー違反に入っちゃうんですけど、これを審査するしてくださいよっていうことができるんです。例えば僕のフィリピンの売春街の実態に迫ってみたとは言ってるんだけど、実際に売春街にはいるけど売春のところに入ってないし、まあ、そういうのとかもチェックちゃんとしてないから、ちゃんとしてくださいよってやったら降りたんですよ。それで結局見れるけど、見れないのもちろんあるんですよ。過激すぎるやつとか、特にポルノ系のやつはもう全部もう飛ばされてますからね、今回のことで。そしてこの第1位はバン、フィリピンの美女と3日間過ごした結果というね、1位が決まりましたけども、これもね、なかなかひどいコメントもありましたね。ドジンじゃないか、男もブサメンだしって言って、私もそう思うみたいなね、ありましたけどね。まあ、ちょっとそういうのは消せるんですよ、僕コメント全然消せるんですけど、ちょっと取っといた方がいいなと思って、あえてね。いやー、というわけで、まあこれが3つなんですけども、僕がじゃあ今一体いくら稼いでるのか、総再生数回数が、総再生数時間が556,759分、全然足んないですよね。だから4000時間だからもう全然足りないね。いやー、まあまあいろんな動画上げてますけど、結局だからあれですね、これは再生回数とか時間じゃないですね。登録者数も伸びていけばね、コンスタンスにこう上がると思うんですけど、まあ、正直そこ本当に気にしてなかったんですよ。だからまあこうやって見たところでそんなにあれですけど、ただもうちょっと稼げるかなと思ったら、そのだから整形のやつもつけてなかったから、そのせいですね、僕が悪かったね。おお、すごい、
チャンネル登録者数がすごいですね、48人増えてます、1ヶ月内で。そう、最近すごいなと思ったんですよね。おお、なかなか嬉しいね。ただやっぱあの、どれぐらい減ってるかとか言っても見れるし、どこの国の人が見てるかっていうのも見れるし、結構いろいろ見れるんですよ、細かくね、今のやつはね。まあね、順調に増えてはいますけども、まあコンテンツとかね、企画をしっかりやんないとやっぱこういうの減ってくっていう、きっかけになると思うんで、しっかりその辺もねやっていきたいと思います。で、私のこの動画でいくら稼いだかっていうの、収益っていうところから見ていきましょう。あら、もうね、これね、一回見たことがあってへこんだんだけど、想定収益が、推定収益が 21.49 ドルなんですよ。まあ2000円いかないぐらいですかね。結構僕お金使ってるし、まあお金使ってるって言ってもさ、自分がやりたいことやってるだけだからいいんですけど、いや、この動画の一番いってるやつね、その再生回数がいってるやつだったらもうちょっといったのかな。まあ、広告だからもうちょっといってるね。広告収益が 39.27 ドル、いや、まあ4000円近くですかね、入ってきますよ。受け取り方も知らないし、その今すぐ受け取ろうって気持ちにはなんないんですけど、まあ、せっかくねこうやって言ってもらってるので、1000人ね、ちょっと目標に目指していきたいと思います。はい、それで今ね調べてたら、ユーザー層っていうのが見れるんですね。僕の見てる人の支持、何歳の男なのか女なのかっていうのを見れて、今見てたらびっくりしたんですけど、今支持されてるのが一番多い年代、45歳から54歳の男性。だから僕そこを狙っていけばいいんですね。おじさん人気があるんでしょうか。はい、というわけで、まあ今年はですね、いろいろ挑戦していこうというのと、まあ規定がいろいろ変わったんですけど、それに臆せずね、関係ないぜって感じでやっていった方がいいかなと思います。きっとね、これでもういいやって諦めちゃってる YouTube ね、動画やってる方もいると思うんですけど、まあ気長に長くやっていけば、結局1000人以上行って再生回数が4000時間以上いけば、そういう規定に入るので、まあ収入にもなると思います。諦めずにね、気長にやっていけばいいかなと思います。というわけでね、今回の動画ちょっとまた長くなっちゃったんですけども、まあ、YouTube やる方、やってる方ね、まあ、10万回再生、15万回再生っていくらもらえるんだろうと思ってる方に、ご報告でした。今ね、順調に伸びてる登録者数ですけども、これからも頑張っていきたいと思いますので、今年もよろしくお願いします。今年からは英語のチャンネルと、あとは、ゲーム実況チャンネルを、別のね、やつで作りたいと思いますので、そちらの方もご覧いただければと思います。それではまたお会いしましょう、皆さん。さようならっきょ。バイバーイ。